じゃあ今日の早口言葉、バスガス爆発。バスガス爆発。そうだね、現実になりませんように。怖いこと言うね。本当にその通り。いや嫌だよね。怖い。はい、ということでポストが出来上がりました。では今日のありがたいお言葉、天才とはただ努力の継続をできる人のことを言う。天才とはただ努力の継続をできる人のことを言う。エルバート・ハワードさん。ありがたい言葉ですね。実はこれに似た言葉を聞いたことが、ね、あるんですよ。やっぱり継続は力なりっていう、ね、言葉もあって、本当に努力の継続をできるナビちゃんみたいな人のことを天才と呼ぶのでしょう。ぜひ。
ねえねえあんま言わないんだよとかね、みんなちょっと切れちゃったりしたら怖いから、ごめんね、三日坊主ね、すぐにね飽きちゃったりとか忘れちゃったりとか、ね、する方のことを三日坊主と言います。コメントするんじゃなかった邪魔だったね。よかったそう。可愛かった。はいよ。今ね私もねパジャマなんかいちごです。10分になったらポストします。うん、そうだね、いちごちゃんがたくさん。好きなガムは何ですか？ガム？キシリトールとか知ってる名前をとにかく出す。そうだな、ガムとかね。いや私ガムをあんま食べたことがないんですよね。あなんかガムを食べて口笛が本当に出なくなりましたって言ったら、それはちょっと違うんじゃないかってみんな言われるんですよ。そう、うん、好きなフルーツはノアピオネ、ピオネとイチゴです。シャインマスカットも桃もスイカもパイナップルもドリアも、ドリア食べたことないんだよね何かな、ブルーベリーもラズベリーもパパイヤもマンゴーもフルーツが大好き。九大公園の中で一番好きだった曲何でしたか？やっぱどれも全部めっちゃいい曲なんだけど、本当に良かった。あの月野のねアフタートークでそんなこんなわけでが結構好きだったっていう風に言ったんですけど、あのみんなにね生き生きしてるよその曲はって言われて、あの他の曲は生き生きしてないかってちょっとめんどくさい人みたいになっちゃった。なんかそう、あの生き生きしてるよって言われて、僕ジュリーとそんなこんなは本当にありがとうって会話になりました。はいありがとう教えてくれて、51分になっちゃった、ごめん、ありがとう教えてくれて、すまんのすまんのすまんのいきます。はい、グミハフルーツだです。うん、そう、
ドリアンはね食べてみたいよね。案外なんか味は美味しいって聞くからね。うん、のぴちゃんアレルギーはね基本的にはない予定です。軽い甲殻類アレルギーなんじゃないかって思ったことがあります。カニの甲羅に私触れないんですよ。触れるんだけど、触ったら次の日人差し指とかここの指のなんか触った部分がちょっとだけ赤いポツポツになったりするって言ったら、アレルギーなんじゃないってめっちゃさらっと言われました。母が結構すごく重症な方なのでアレルギーに関してはなんかウリ科のダメみたいなのとかになると結構範囲ダメになるからかわいそうです。うん、あ、そうそうそう、 2.5 期生にね似合う曲ね、うん、聞きたいね。うん、あ、ほんと先端の曲となるとランランランも結構気合い入れてるかもしれない。うん、今ねイヤホンがなくてね歌えてないんだよね、ごめんね。イヤホンがなくて、うん、まあなくしたなくしたんだよ。あ、本当にないって。ないないらしいよ。昨日いろいろとやったけど。なかったです。自分のね、そういろいろと覚えてたから。戻ったりあるかなっていう風に思ったんだけどないんだってさ。本当に私イヤホンなくしました。だからちょっと父に買っていただきます。父上、おはよう。そうだからね歌えてないんだよね。そっから私本当にちょうどこの間東京行ってなんかねそっからね紛失したんだよ。だからそっから歌えてないでしょ。なべちゃんごめんね。覚えてるんだよ結構根に持ってるから。そう、本当に何やってんだろうね私は。国体公演ありがとうございました。それでは壇上乗りをさせていただきたいと思います。昨日ねたくさんと本当にゴールありがとうございました。もう皆さんからの愛がねとても伝わりました。ありがとう。あとね、あの一つ ちょっとね本当に大変失礼なことを言ってしまって申し訳ございませんでした。まあそれに関してはちょっとねずっと前日に決めた MC であったのでそれでのぴちゃん言ってよっていう風になったのでね、じゃあって言ってそれでね、うん、
見つけたよ、ありがとう。なんかそうちょっとねあるメンバーに言われて、なんかナピちゃんこれ言ってねみたいな、でちょっと結構悩んでて、本当に言っていいのだろうか大丈夫なのだろうか、で悩んでてこれ上がんなかった時どうしよう、でやっぱりその言ったその悩んだ結果言っちゃったんですよ、本当にすいませんでした、それに関して本当に申し訳ございませんでした。悩んで言ったらやっぱり誰もいなくてなんか助ける、あのなんだろう、これ気まずくなったらどうするっていう話になった時に、なんか良かったらじゃあフォローするみたいな話だったんですけど、なんか誰も助けてくれなくてひどい感じだったなんかごめんなさい。それじゃあ壇上乗りさせていただきます。ね、とてもね大事な楽しさ では行きます。やっぱり58分だ、ちょっと反対からでもね、プリティス中ちゃんさんありがとうございます。セカンドピピピトンさんありがとうございます。 Thank you。 エンセイズユズキさんありがとう。ホイズマイキさんありがとうございます。エンセイズオイモさんありがとうございます。エンセイズホリチョさんありがとう。エンセブンイズラベさんありがとうございます。エンエイイズデイビッドさんテキブルマでありがとう。エンナインイズチームキャさんありがとうございます。エンテンイズテンファイヤーさんありがとう。エンイレブンイズリバプールさんありがとうございます。エンテンイレブントゥープイズ笑いよさんありがとうございます。セティンイズカイトさんおめでとう。はい、ということで皆さん本日も配信ありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。 See you。 またね、ありがとう。またね、行ってきます。みんなも行ってらっしゃい。バイバーイ。またねー。